はい、こんにちは。体感デザイナーの山田です。本日はですね、赤ちゃんの呼吸と体感についてちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、赤ちゃんはこの、こう成長していくと大人になるんで、大人になったらその赤ちゃんの時に行っていたこととかっていうのをやっぱりこう忘れてしまったりとか、抜け落ちたりとかって、どんどんこうしていくんですけれども、このスポーツのパフォーマンスを向上させるのに、実はその赤ちゃんが行っているような、今回で言うと呼吸とかっていうのは、パフォーマンスを上げるのに結構重要な、手がかりが隠されていたりしますので、今回はそれについてちょっとお話ししていこうかなと思います。あとですね、このチャンネルではスポーツのパフォーマンスを向上させたりとか、あとは日々のお役立ち情報をね、随時配信していきますので、気に入っていただければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、では、赤ちゃんの呼吸では一体どうなってるかって言いますと、まずはこう赤ちゃんでその生まれた瞬間から、大泣きを始めますよね。で、これっていうのは実は立派な、コアトレーニングになるっていうふうに言われてます。で、コアトレーニングっていうのは、インナーユニットっていうふうにも言われてまして、横隔膜であったりとか、多裂筋であったりとか、あとは、腹横筋であったりとか、骨盤底筋群であったりとかっていう、この4つを指していくんですけれども、この、4つの立派な体幹トレーニングっていう風に言われています。で、赤ちゃんは大体生まれてから3ヶ月ぐらいは仰向けの状態で大泣きをしていることが多いんですけれども、その時っていうのは息を吐いて呼吸をしているんですね。で、息を吐いて呼吸をするとどういうことが起こるかって言いますと、インナーユニットの腹横筋が反応してくるんですね。で、腹横筋が反応してくると、どういうことが起こるかっていうと、他の、インナーユニットの筋肉が反応し始めるんですね。はい、例えば、多裂筋であったりとか、この多裂筋っていうのは、背中の椎間ってありますよね。椎間板とかって、よく言われるんですけれども、その椎間を、支える多裂筋であったりとか、あとは、骨盤を支える、骨盤底筋群であったりとかっていう筋肉の反応を助長するトレーニングになっているんですね、赤ちゃんの大泣きっていうのは。で、それが、赤ちゃんにとってコアトレーニングの入り口になってるんですね。そしてある程度そうやってこのコアが、体幹がある程度、筋肉がこう反応して筋肉が発達してくると、じゃあ次どうなるかっていうと、寝返りが起こったりとか、ハイハイしたりとか、座ったりとかっていう風になっていくんですけれども、という感じで、まず赤ちゃんがこう発育発達の段階で一番行う大泣き、泣くっていうことですね。泣くっていうのは息を吐いて腹横筋に刺激を入れて他のインナーユニットを反応させるっていう、大きな意味を込めてるんです。赤ちゃんっていう、言われるような時期が過ぎたら、筋肉がついてコアっていうのはもうなかなか、反応しづらく、なってくるんですね。特にこう使わなかったら、筋肉でこう使わないと、痩せ細ったりっていう風にしてくるので、なので改めてその、体幹トレーニングとかっていう風な行うのに一番最初に行うことは呼吸が一番いいんですね。例えばその、体幹トレーニングで、一番よく、言われているのが、プランクであったりとか、サイドプランクであったりっていうような、体幹トレーニングがいいっていう風に、今まで結構言われているんですけれども、一番最初にその体幹の基礎となるのは呼吸なので、体幹トレーニングを一番最初に行う、もしくはその体幹トレーニングをじゃあ今から導入していくぞっていう風になった場合は、まずは呼吸から始めてみるっていうことが体幹トレーニングにとって一番重要じゃないかなっていうふうに、個人的には思います。このインナーユニットですね。で、このインナーユニットがこう働かなければ、他のこのプランクとかっていうような体幹トレーニングをやっても、結構どっちかっていうと、インナーではなくて、外側の、アウターの筋肉が、優位に働いたりして、そうですね。多いのが、その肩が痛いとか、腰が痛いという状態に結構なりやすくなったりしますので、まずは体幹トレーニングを行うのであれば、呼吸から始めてあげるっていうようなことが、大事なんではないでしょうか。ということでね、今回は、すごくこう簡単に、赤ちゃんの、呼吸についてちょっと語らせていただきました。じゃあどういう呼吸をしたらいいかっていうふうに関しては、また別の動画でね、ちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですけれども、体幹トレーニングを始めるのであれば、まずは基礎となる
呼吸から、まあ、赤ちゃんも最初呼吸から始めて腹横筋を、まあ刺激して他の、まあ、多裂筋であったりとか骨盤底筋群に、まあ、こう反応させているっていうふうに、言われてますので、まずはその呼吸をして、まあ、インナーの腹横筋を刺激してから、他のインナーのトレーニングを、まあ、どんどん始めて、で最終的にアウターユニットも使うような、まあ、プランクとかっていう姿勢を、することで、より効率的に、まあ、スポーツのパフォーマンスを上げることができるんじゃないかなって思いますのでね、はい、ぜひね参考にしてみてください。本日は以上になります。またですね、まあ、こういう、まあ、スポーツのパフォーマンスの向上になるような、ことに関してまた、こうやって動画配信していきますので、気に入っていただければぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日は以上です。ご清聴ありがとうございました。